みんなの高道です。よろしくお願いいたします。切ない瞬間ってありまんな。公園。じゃあお兄ちゃん今から10回するから、その間にみんな隠れてね。いくで。19876543210。子供の隠れるところなんかすぐ分かるわ。この木の上、ほら、今滑り台で折れた。あれ、トイレだろ。かすいません、子供らみんなどこに隠れたか見てました。帰った。子供らみんなですよ。帰った。なんか用事あるって言ってました。笑いながら帰ったの。教室。はい、ルート X かける3思いプラス8。はい、今も難しいな。はい、これ分かる人。帰った。まだ1時間目やで。おい、校長先生、あの子供ら忘れ物したみたいで。あ、はい、全員帰りました。出産。無事生まれてきますよ。お願いいたします。先生、赤ちゃんを生まれたんですか。よかった。あ、はい、母子ともに帰った。産んですぐに帰れるもん。男の子やったんだな、女の子やったんだな、どっちやったんやろ。そうなん。おい、気をしっかり持てな。みんなで生き返るぞ。絶対大丈夫から。もうちょっとしたらレスキューが来てくれるからな。大丈夫。なんか足音聞こえるの。ちょっと見てくる。レスキュー、こっちです、こっち。みんないるんです、来てください。帰った。どうやって。帰れへんから、ここにいたら違うの。せっかくレスキューも来てくれたのに。レスキューも帰ったの。ちょっと、まだ残ってますよ。ここそんな帰りやすい場所なの。みんなが帰るのはなんとなく想定してる。レスキュー何しに来たの。草野球。おい、行くぞ、こっちこっち、こっちも出せ。おお、それは打たれすぎやんか、ほんまに。今取りに行ったら帰る。ちょっとそっち見ながらボールをかけよう。見てるよ、帰ってねんか。見てるねんで。見てる見てる見てる。帰ってるとこ見てるんで。なあ、みんな。全然止まってくれへん。このために勇気持ってんねん。以上、みんなの高道でした。ありがとう。